チャールトン自動小銃はニュージーランドで設計された自動小銃である。1941年、当時不足していたブレンケ機関銃やルイス系機関銃の代替品として設計された。イギリス製のリーエンフィールド小銃を原型とする設計者はフィリップ・チャールトンである。オリジナルのチャールトン自動小銃はボーア戦争時代に設計されたリーメトフォード小銃や ミリー小銃をベースとしたもので、緊急時にはフルオート射撃も可能な半自動小銃という位置づけで設計された。DN フィールド用の10発断層とブレン計、機関銃用の30発断層を使用できた。チャールトン自動小銃には2種類ある。ニュージーランド設計型は、ヘースティングズのチャールトンモーター車が設計製造を手掛け、オーストラリア設計型は、 スマイルマーク3を原型にエレクトロラックス社が設計製造を手掛けた。この2種類の外見は大幅に異なる。例えばニュージーランド設計型はフォアグリップと2脚を備えていたが、オーストラリア設計型にはこれらがなく、よりシンプルな外見をしていた。ただし内部の動作機構自体は同一だった。 およそ1500丁のチャールトン児童小銃がニュージーランドにて製造されたが、これらの大半は第二次世界大戦勃発直後にパーマストンノースで起こった軍需品倉庫の火災によって消失した。少数の現存品はロンドンの帝国戦争博物館、ニュージーランドの国立陸軍博物館、オーストラリアのバンディアナ陸軍博物館などで展示されている。ありがとうございます。